今回は戦う社長と戦う企画ということで、ちょっといつもと違った切り口で動画をお届けします。その前に皆さんにご報告がございます。こちら の YouTube の動画では蹴り技の練習方法とか使い方なんかを詳しく解説した動画をお届けしているんですが、そのショートバージョン TikTok の方がなんとフォロワー10万人を突破しました。ありがとうございます。海外の方からもですね、フォロワーいただいてまして、タイとかベトナムとか国境を越えていろんな方に見ていただいているということで嬉しいなと思います。で、今回お声掛けいただきまして、株式会社プランズの深見社長、この方とのコラボ企画になっております。すごい実績をお持ちの方で、いろんな分野で日本一になられています。例えば格闘技で言ったら30歳以上を対象としたボクシング、こちらのチャンピオンになっていたりとか、あと飲食店も、国内や海外でも展開されてるんですけれども、業界で有名な居酒屋グランプリと呼ばれるものの日本一、こちらにもなったりしてます。そんな社長さんからスパーリング対決なんかをですね、ご提案いただいてまして、深見社長のおもおかチャンネルという YouTube のチャンネルがあるので、そちらでスパーリングの様子はお伝えします。実際に深見社長とちょっと打ち合ったりとかですね、あと技を受けると、そんな様子をこちらの動画ではお届けします。ではご覧ください。はい、ということで、今回深見社長に来ていただいて、お願いします。戦う社長のとのスパーリングを先ほどおもおかチャンネルで、撮影させていただいてるんですけど、実際ですね、ちょっと打ち合い対決をしてみようというふうに思います。よろしくお願いします。お願いします。空手では、当たった時の練習をする腹打ちっていう腹打ち、練習があるんですね。はい、それを今日は一緒にやっていただければと思います。ぜひぜひ。お願いします、はい、通常素手でやるんですけど、試合も間近だということなので、お互いグローブをつけて今回は行ってみます。一発かもしれんな、これやば。パンチの打ち方は、おそらく基本的にはほぼほぼ変わらないと思います。その要領で、やっていただきます。腹打ちはやり方がありまして、お互いこういうふうにファイティングポーズで変わりますよね。1って言ったら、お互いに左のボディ、お互いにドン、同時にいくんですか。で、反対、ドン、左、ドン、ドンっていうのが、これで1回です。1、ドン、ドン、ドン。そんな回やるんですか。10回。30回。うっす、動揺す。最初、合わせていきます。1回、ドン、ドン、ドン、2、ドン、ドン、ドン、3、ドン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 、どのぐらいからスタートしますか。最終的には10数えるときには、10は最初5ぐらいから10ですか。じゃあ徐々に5から上がっていってマスターも10ぐらい。はい、お願いします。次にですね、ローキック対決を行いたいと思ったんですが、先ほどお話したように深見社長、来週はですね、大事な試合が控えているということで、ここはもう僕が深見社長の練習台になって蹴りを受けようというわけでいきたいと思います。はい、お願いします。よろしくお願いします。試合やってる時のローキックで、どんなフォームで蹴ってるかちょっと簡単に蹴ってます。そしたらですね、一つだけ、ですね、蹴るときに軸足をこうクッとこう返すようにを意識していただいて、この母指球というか親指のこの付け根のところでこうバランスとって、この中にクッとこう入れていくイメージで、一回ちょっと蹴ってみて、はい、いい感じ。いい感じです。同じでいいですか。はい。上社長が練習したい数。はい。じゃあ10本で。10本。はい。お受けしたいと思います。あ、すみません。はい、今パワーは
あ、まあ、もう、あの、大丈夫です。頑張ります。逆に緊張するな。もう、対戦相手だと思って。はい、はい。例えば相手が蹴ってくるっていうのがこうやっぱ避けたらこっちに体を移動する。直撃をこう避ける。これだけです。もうちょっと待ってですかね。止まってればもう、はい、来た時にここにこう移動するともう先生に向けてもそれだけが、はい、まともに受けないようにこう少しずつこう体をずらしたりとかっていうのが、ちょっとローやってもらっていいですか。はい、これどうですか。蹴られちゃうと真横に行くと蹴りがこういう軌道で蹴るのが減ってしまうんですけど、はいはい、この後ろ足をちょっと斜め前に進めて後ろ足をこう動くこうです。後ろ足からこうそうするとね、相手が正面になるので当たらないんですね。ほう、これはミドルでも一緒で、はい、中段でこういう感じでクリーンヒットはしない。この前足を相手の側面の方に持ってくるとこれでまあ直撃をしてこう回っていく。へえ、なのでぜひ。あらららさすが。以上でございます。よし、はい、ということでいかがだったでしょうか。深見社長と自分とでは体格差が結構あって、おそらくボクシングとかでいうと4階級以上差があるかなというふうに思います。それでも実際にパンチキック受けてみて思ったのは、非常にあの力強くて、あの実際にこう戦ってて食らったらかなり効かされるんじゃないかなというふうに感じました。ご自身の会社をこう経営しながら格闘技にも取り組んでいて、40歳を超えてあのその環境をやっぱり作っていくっていうのは結構大変だと思うんですが、経営のこうブレない信念だったりとか、メンタル面の強さ、そしてすごく前向きな性格が感じられました。今回あの特別企画だったんですが、まあ、全国のまあいろんなこう経営者の方、格闘技を通じて交流をまた広めていけたら嬉しいなと思います。ちょっとスパーリングやってみようよという方はあのぜひコメントください。深見社長とのスパーリングの様子はあの下にリンク貼っておりますので、ぜひそちらご覧ください。動画の編集技術がものすごくてですね、見てて楽しいです。今回も動画ご覧いただいてありがとうございました。ではまたご覧ください。